食べるかって。でもオタク食べないの？もらってってもいいんだけどさ、悪いじゃん。あ、いるけど悪いじゃん。いただきます。8月の23日、海行ったら釣り人からもらってきました。こんなでっかいのが釣れましたよ。これ観音崎で釣れた魚です。名前はよく覚えてませんが、これサワラですかね。ワラサとかとも言ってましたけど、持ってきてすぐ血抜きをしました。観音崎でもこんな大きなのが釣れるんですね。早起きは三文の徳と言いますけど全くその通りです。大きさは新聞の大きさです。これからこれ刺身にして食べるか煮付けにして食べたいとか、かわいそうですけどね。まだ青光りしてます。